こんにちは、スタイリストの大山俊です。今日はですね、皆さんいつもと違った背景から動画をお届けしたいなと思っています。僕が今日お邪魔しているのは無印良品銀座ですね。こちらの店舗で僕もずっと見たいなと思ってたんですが、無印さんのですね、秋冬の新作、どんどん皆さんにですね、これは大人世代に似合いそうだなってものをですね、中心にご紹介ができればなと思っています。こちらの店舗での撮影は今回で2回目なんですが、もう銀座のど真ん中にありまして、僕自身も結構日頃からよく来てる店舗なんですね。まあ商品のバリエーションも豊富ですし、まあ陳列を見ていただいてもすごく美しいので、まあここで買い物するのがすごくリアリティがあるかなと思うんですが、その中からですね、皆さんにご紹介したいものをどんどん試着しながらですね、お見せしたいなと思っていますので、ぜひ最後までお付き合いいただければなと思っています。はい、早速じゃあ見ていきましょうかね。こちらがですね、まあ、正面ですね、3階をこう登ってきて正面になるんですが、まあ様々な新作が並んでいますね。この時期ですね、ようやく気温が下がってきたので、秋物皆さん欲しいタイミングかなと思います。まあこのようなちょっとこうフリースのですね、カーディガンだとか、こういったね、被りタイプのものなんかもすごく僕は気になっていたので、着てみたいなと思いますね。柔らかいこのベージュでね、上半身をこうまとめて、ボトムスはこうブラウン系でコールパンツっていうのもすごくバランスがいいですね。まあ、ちょっとねこの辺りから見たいんですが、僕が気になってたのはこれのフリースカーディガンですね。2,990円、価格見てちょっと今びっくりしました。まあこのカーディガンタイプだと4,990円ぐらいするのかなと思ってたんですが、買いやすい価格帯になっています。まあ、今の季節だったら T シャツの上にさらりと着るだけで様になりそうな1枚で、この V ネック状の雰囲気だとか、ちょっとこうミリタリーを感じるようなディテールがすごくかっこいいなと思うので、まずはこちらから実際に着てみたいと思います。実際に着てみましたがいかがでしょうか。こちらは素材の質感だとか、まあ、リサイクルしやすいようなこういった単一の素材で着てというところが一つの売りにはなっているんですが、まあ、それも大事なんですけど、やっぱりこうデザイン的に好きかどうかっていうところの入り口ですね。ここがねすごくバランスが良くて、個人的にはすごくこれは欲しいなと思う一枚ですね。まあ、フリースっていうとすごく部屋着みたいな印象でかっこいいイメージもないという方もいらっしゃるかなと思うんですが、ちょっとこうミニタリーライクな印象で T シャツの上にさらりと着るだけで、これだけでもねお買い物なんかにも行けちゃいますし、アウトドアシーンだとかそういった時にも使いやすいような、そういったデザインですね。このグレー系の色合いもすごくいいし、あとはこちらのですねマネキンに着せてあるブラックもすごくいいので、このあたりは結構悩みどころかなと思うんですが、秋だったらこれがまあ主役のアウターになりますし、もうちょっと季節が進んだらこの上にロングコートとか、あとは中綿のアウターとか、そんな形でこう重ねていただければ、まあミドルレイヤー的に使うことができるので、これはかなり使える季節も長いんじゃないのかなと思います。まあ明るい色でね差し込んであげてもなかなかいいかなと思うんで、このあたりのライトベージュもすごくいいので、しかもこれ男性だけじゃなくて女性も着やすいようなデザインかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思います。はい、続いてですね、じゃあこっち行きましょうかね。こっちもいいんすよね、かぶりのタイプ。こちらはプルオーバーのですね、こちらのフリースなんですが、まあね、このボタンになっていてですね、全部にボタンではなくてプルオーバータイプ。これがね、なかなかバランスいいなと思いますね。僕は、これはブラックが欲しいかな。ちょっとこうアウトドアブランドっぽいところもあって、だけども、ブランドのロゴがついてないので、スポーティーになりすぎないところがすごくいいんじゃないのかなと思いますね。まあどちらか持っておいて間違いがないかなと思います。あとはオリーブも結構いい色ですね。あ、この色もいいですね。ちょっとこうミリタリーっぽさのあるオリーブなんですが、ブラックのパンツとの相性もいいので、これも良さそうですね。このプルオーバーは僕はオリーブが好きかな。ぜひ皆さんもチェックしてみてください。金額がこれは2,990円ということで驚きの価格帯です。これはねちょっと他ではなかなか真似できない価格帯なので、一着あっていいんじゃないでしょうかね。そしてここもですね、気になるアイテムがいっぱい並んでますね。コーディロイジャケットということで、ちょっとこうワーク調のアウターですね。まあ、カバーオールに近いようなデザインで、でこれコーディロイのですね縦のうねが走っていて、すごくこう季節感漂うようなアイテムになってますね。これもかっこいいっすね。着てみたい。色はですね、今持ってるのがモカブラウン、まあブラウンとモカの2つがこう混ざったような色合いですごくいいですね。あとはもうちょっと季節感が強く出ますが、ダークブラウンですね。これもなかなかいいですよね。コーディロイのこういったアウター、僕もカバーオールっぽいものは好きでいろいろ持ってますが、こういった素材感のものはあまり
着たことがないので実際に着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。これもですね、着た感じというか持った状態ですごく軽いんですよ。で、羽織った状態でやっぱり重量感が全然感じなくて、さらっとこう着れるのがすごく気持ちのいいアウターだなと思います。ただこれも先ほどもお伝えした通り機能性ばっかりじゃ着なくなってしまって、このデザインがいいからこそやっぱり買うので、すごくねベースのデザインが僕は好きですね。カバーオールっぽいんですが、左胸にはポケットなくて、この腰部分にですねポケットがついている、このあたりもすごくいいですし、あとはこのちょっと太めの腕のですねこのコーデュロイの感じがめちゃくちゃいいですね。サイズ感も少しゆとりがあって、身長164センチ53キロの僕で M サイズですが、程よい緩さが出るのですごくいい雰囲気ですね。色もねやっぱりこれモカブラウンいいですね。ややこうグレー味がかっていて上品な色味になってるので、ブラックのパンツだとか白系の T シャツのね合わせにもすごくハマりがいいので、ぜひ皆さんこちらチェックしていただきたいなと思います。ブラックもいいなと思ったんですが、今回このモカブラウン欲しいなと思ってますので、よかったらチェックしてみてください。続いてですね、こちらに行ってみましょうか。またこう素材違いでですね、こういったこっちこそちゃんとカバーオールっていう名前が出てますね。キャンバスカバーオールですね。かっこいいですよね。また素材が違うだけで見え方がだいぶ変わってきますね。左右のポケットの形が違うんですよね。胸ポケットこちらはまあスッキリめするコーデュロイとはまた違って、ワーク調の雰囲気がより強くなってくるんですが、カポックコンということでこれも重たくなくて気軽に着やすいですね。ちょっと明るめの、まあ、マスタードという表記かな、あとブラックという感じでありますが、これはですね僕は、まあ、この色も結構好きですが、まあ、ブラックなんかを合わせて、で下をこうこちらにあるキャンバスワイドパンツですね、ワイドの白パンっぽいものと合わせてコントラスト強めに出すのもすごくいいかなと思うので、こんな合わせもぜひ皆さん検討してみてください。なかなかアウターだけでも欲しいものがいっぱいありますね。こっちにはデニムジャケットもあるし、いいですね。このあたりも使いやすそうだな。ポケットの付け方から言うと、まあ、サードタイプですね。こういったデザインのベースになっていて、これもね大人の男性には使いやすそうですね。今時期のアウターとしてはすごく良くて、でもうちょっと先の季節になるとこの上にロングコートっていうのもめちゃくちゃかっこいいので、このアウターもいいですね。一通りこうライトな丈がそんなに長すぎないものがこの辺りにまとまってるので、まあ、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。続いてですね、こっちのゾーンだとトップスが結構豊富にありますね。まあ、今時期だと T シャツの上にさらっと着れるようなカーディガンですね。このあたりもね、もう間違いのない選択肢でしょうかね。まあ、本当にね、軽い感じでさらりと着れて、まあ、季節も今だけじゃなくて、こう、春なんかにも着れるので、2シーズン。で、まあ、冬になったらこの上にアウターなんかを着れば結構長く使えるんじゃないのかなと思いますね。僕は色的にはちょっとブルーなんですけど、ややグレー味がかっていて、この色すごくいいなと思いますね。カーディガンっていうとネイビーだとかブラックだとかそのあたり持ってる方も多いかなと思うんですが、このブルーなんかもすごくいいし、あとこのグリーンもいいですね。表記がですねダークグリーン、この色味も大人っぽくていいですし、ちょっとした差し色になってくれるんじゃないのかなと思うので、まあ、ブラックのダウンだとかその内側に持ってきてちょっと綺麗な色味を出してあげるのもいいんじゃないのかなと思いますね。ぜひこのあたりもチェックしていただきたいなと思います。実際に着てる状態がこのマネキンの状態なんですけども、すごくバランスいいですね。肩のラインもちょっと落ちていて、このあたりも今っぽいですよね。うん、なんかサイズ感がカーディガンはコンパクトだとちょっと今の感じが出ないので、少し緩さがあるようなこういったサイズ感っていうのもすごくバランスいいなと思いますね。あとこのコーデュロイのパンツもいいっすね。これおそらくですね、僕も先日動画で解説してたのでずっと狙ってたやつなんですけども、ワイドパンツなんだけどもコーデュロイでですね、そんなにこう極端に太すぎないので、割とこれだったら大人世代にも似合いやすいかなというところでチェックしてたやつですね。先ほど多分あったんだけどちょっと見過ごしてましたね。このブラウンもすごくいいのでチェックしていただきたいですね。あとやっぱりこのスウェット系といいますか、このジャンルの中ではハーフジップですね。このあたりも今っぽくていいですね。二重編みミラノリブハーフジッププルオーバーですね。このあたりはトレンド感あって抜群に使い勝手が良さそうですね。皆さんもですね一度は見たことがあるかなと思うんですが、どう着ていいかわからないという方も多いかなと思うので、ちょっとこちらも実際に着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。まあ、肌触りもすごく良くて着やすいですね。ハーフジップで襟の立ち上がり
りもすごくいいので、個人的には半分ぐらいジップをこう開けてですね、下に着てるものを覗かせながら着てあげるのがなかなかバランスがいいかなと思います。まあ、これに対してブラックのパンツも悪くないんですが、ちょっと重たいので、そこで使っていただきたいのがこっちのパンツですね。オリーブのベイカーパンツ、これめちゃくちゃいいなと思いまして、ちょっとこちらもご紹介したいなと思います。上半身がブラックの時にどうしてもパンツの色を変えたくなるんですが、そういった時にこういったちょっとこうアーミーな色合い、このミリタリーっぽいオリーブというのがハマりがいいんですね。下半身でちょっとこうねカジュアルな印象なんですけど、上半身で黒い色で引き締めてあげるとバランスがいいので、このパンツなんかは合わせていただくとちょうどいいかなと思いますね。ベイカーパンツ、これヘリンボン調のねこの折り感もすごくいいし、よく見るとこうヴィンテージライクですごくいい一本に仕上がってるんですよね。で合わせ方としてはやっぱりこちらもそうなんですが、上半身にこういったブラックを持ってくると引き締まるので、上下でちゃんとこう色を分けてあげると使いやすいかなと思います。これも価格が3990円ということで、めちゃくちゃ買いやすいかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思っております。でこのニットジャケットっぽい感じかな、これもいいですよね。これなんだろう、商品名をちょっとチェックすると、アラエルミラノリブ編みジャケットですね。まあ、ニットでできたジャケットということで、すごくこれまた使い勝手良さそうですね。まあ、こういったこうニットの中でも襟があることでジャケット調に見えて、まあ、場合によっては仕事で使えるという方もいらっしゃるんじゃないのかなと思いますね。まあ、内側にこういったボーダー系のカットソーを入れてあげるのもすごくバランスがいいと思いますし、カラー展開もすごく使いやすいものが多くて、今持ってるものがダークグレー、あとはよりこうお仕事でも使いやすくて爽やかなネイビーですね。このあたりもすごくいい色合いですね。あとはブラックもあったりして、すごく使いやすいようなアイテムになってますね。なかなかこう最近の無印さん、使い勝手が良くてトレンド感がちゃんと感じられるものが多くて見ていて楽しいですね。でここに来ると、まあ着てますがポロでニットですよね。ニットポロ、このあたりもやっぱり定番的で使いやすいですよね。僕も好きでよく着るんですが、このあたりもちゃんと用意しています。アラエルウールハイゲージポロということで、これすごくいいですね。まあ、洗濯機で洗えるというのはすごくいいですよね。使い勝手もちゃんといいんだけど、デザイン的なベースがすごく整っていてすごく使いやすいですね。まあ、どういったスタイリングが期待できるかというと、まあ、このような形でちょっとねタック入りのパンツと合わせてインしてあげるのもいいと思いますし、あとはセットアップの内側なんかにも意外と使いやすかったりするので、まあ、ブラック選んであげてネイビーだとか、あとはベージュのセットアップなんかの内側に入れてあげるのもすごいかっこいいので、少しクラシカルな雰囲気のこのニットポロもおすすめですね。価格が4990円ということで、ニットポロ高いやつだとなかなか気軽にトライできないようなものが多い中で、すごく買いやすい価格帯になっているので、これも要チェックですね。まあ色はブラックネイビー、割とこのグレーか、この感じも僕すごく好きですね。クラシカルな感じでグレーそのままの色合いなんですが、このちょっとこう木感も含めてなかなか仕上がりがいいので、ブラックのセットアップの内側みたいな感じもいいかなと思うので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っております。続いてですね、こっちのゾーンにやってきました。またいろんなものがありますね。もう使いやすいベーシックな丸首のニット、このあたりもアラエルウールハイゲージクルネックセーターということで3990円、このあたりはもう鉄板ですね。まあ、トレンド感をこうしっかりと拾ったというよりはベーシックで使いやすいという感じです。まあ、これは本当にこうジャケットの内側なんかにも使えるようなジャストサイズでいいですよね。ダークグリーンの色合いが個人的にはすごくいいと思いますね。まあ、ネイビーとかブラックはよくある色なんですが、このダークグリーンが結構一押しです。あとはセットアップの内側だったら白 T 感覚で着れるこういったオフ白、これも使い勝手いいですね。もうほんとロン T 感覚で着てしまって洗えるというところ、そのあたりが最高なので、まあ、ぜひチェックしていただきたいですね。まあいろんないいものがありますが、もうちょっとですね厚手のニットなんかも選択肢がありまして、今こちらにかかっているものですね、やや中肉厚で、この首元のリブの感じもバランスがいい、このニットもすごく素敵ですね。色がですねちょっとこうグレーの感じだとかベージュかな、このあたりもすごくいい仕上がりですね。商品名がアラエルウールミドルゲージクルネックセーターですね。少しサイズ感も肩のラインが落ちているので、よりこう今っぽい雰囲気になってますね。まあ、中間的なこういったベージュとかライトグレーはすごく使いやすいので、個人的にも好きなカラーですね。ちょっと白 T 覗かせながらのこの雰囲気なかなか良さそうですね。せっかくなんでちょっと僕もこちら着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。これも
鉄板で使い勝手がいいですね。まあ、季節感があってすごくいいんですが、先ほどの薄い感じのベーシックなニットと比べると中肉厚で季節感しっかりと出て、あとは色のこのムラ感もすごくいいですね。でベージュの色合いもすごく雰囲気がいいので、個人的にはこれは使い勝手いいんじゃないのかなと思います。でボトムスなんですが、同じようにこう季節感を出すんだったらコーデュロイのパンツですね、このあたりでちょっとワイドめのもので合わせてもらってもいいかなと思うので、ぜひチェックをしていただきたいなと思います。まあベージュにしてもグレーにしても両方とも程よく明るさが出るので、個人的にはすごく使いやすいかなと思いますね。で続いてですね、気になるのがこれ、新商品と書いてありますがピーコートなんですけども、これもねなかなかこう最近の短丈系のアウターのブームの中で使い勝手すごくいいなと思うんですね。まあ、ちょっとこれも着てみたいなと思うんですが、まあ、ベーシックなピーコートなんですけど着るとどんな感じになるのかな、ちょっとなかなかイメージつかないかなと思うので、実際にこちらも羽織ってみたいと思います。はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。これも使い勝手いいですね。まあ、長さ的にこうロングコートよりはですね、サクッと着やすいような丈感になってまして、だけどもお尻はしっかりと隠れるので大人っぽさというところもしっかりと伝わってくるような、そういった使いやすいアイテムかなと思います。襟幅もしっかりとあってクラシカルな見た目で、肩のラインもやや落ちていて今っぽさも出ていますね。で、まあ、Pコートというと僕ら世代だとちょっと重たいみたいな印象があるんですが、これもですね結構サクッと着れるような軽さも意識して作られているので、そのあたりも含めて使い勝手いいんじゃないのかなと思いますね。ぜひ皆さんこちらもチェックしていただきたいなと思います。先ほどのベイカーパンツとかオリーブのパンツとかで変えてあげても程よいカジュアル感が出るかなと思うので、そういった使い方もしていただきたいなと思っています。あとはですね、まあ、このあたりもねもう間違いないですよね。ワークジャケットね、このあたりのコーデュロイの襟をつけたワークジャケット、色がいいですね。これがダークグリーンでちょっとグレーっぽい色合いですごくいいですね。襟はちゃんとこうブラックで引き締めてるので、これもいいな。結構アウターだけで欲しいものはいっぱいありますね。オリーブとブラックもありますが、個人的には結構この深めの色がいいなと思いますね。あとはこっち行くとですね、これもいいな。これステンカラーコートなんですけども、中綿が入ってるという、これ去年展示会かなんかで一度見たことがあるんですが、これもいいですね。触った感じのこの柔らかいタッチだとか、この色合いの深さも含めてなかなかバランスが良さそうですね。少しこうオーバーサイズっぽいところもあってなかなか雰囲気良さそうなので、こちらも着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。まあこれも軽いんですよ。ふわっとした着心地でちょっと独特ですね。通常のコートにはないようなふわっとした着心地ですごく着ていて気持ちがいいですね。まだ今はそこまで寒くないんですが、これから先季節ですね、まあ、どんどん寒くなってきた時に中綿が入ってるのはすごくいいですね。ちょっとこの見た目もですね、この表面の質感というのがいわゆるこうビジネスで使うようなステンカラーとは違ってですね、スポーティーなんですよね。これをカジュアルシーンに落とし込んであげるとすごくかっこいいなと思ってまして、色もこのライトベージュのものに対してブラウンのちょっと深めのブラウンっていう感じのものですね、モカブラウンっぽいものを合わせることでグラデーション作ってあげるとなかなかバランスがいいかなと思いますね。サイズ感も今っぽくてすごくいいので、これも皆さんぜひチェックしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では無印良品銀座にお邪魔しまして、秋から冬の初めぐらいにかけて使えるようなですねアイテムを皆さんに徹底的にご紹介をさせていただきました。まあ、正直ですね、欲しいものというか皆さんにご紹介したいものがありすぎてあっという間に時間が過ぎてしまいました。本当であればもっとですねピックアップしたいものが他にもあるぐらいなので、ぜひ皆さんもですねオンラインですとかお近くの店舗で今日ご紹介したアイテム、それ以外のものもチェックしていただきたいなと思います。まあ、最近は無印さんの商品の中でもトレンド感を感じてすごく使い勝手が良くて、ちゃんと機能性も意識しているものがかなり増えてきて、僕らの生活にはよりですね欠かせないものになってきてるかなと思います。ぜひ皆さんも今後のですね無印良品さんの商品楽しみにしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。